日本の呪術師陰陽師をご存知ですか？陰陽師といえば呪術を操り華麗に戦うイケメンみたいなイメージかも。4月19日からは夢枕獏先生の人気小説シリーズ陰陽師を実写映画化した陰陽師ゼロが公開されます。めちゃくちゃ楽しみ。さて、実はこの陰陽師とはかつての日本に実在した官職。彼らは陰陽道という技術を学んだ専門家で、魅力的な天才たちがたくさんいるんです。ということで今回は陰陽師を大特集。歴史に名を残す最強陰陽師たちの伝説を一気に紹介しちゃいます。この動画はファンタジー大好きオタクの新龍がお送りします。1. 安倍晴明は日本最強の陰陽師。天才エリートでイケメンの完璧超人。トップバッターはやっぱりこの人、安倍晴明。晴明は日本で一番有名な陰陽師と言っても過言ではないでしょう。現代でも漫画やアニメなどめっちゃいろんなサブカル作品に登場しますよね。細身のイケメンっぽいイメージ。そんな安倍晴明は西暦900年代後半頃に活躍した陰陽師。飛鳥時代に右大臣を務めた安倍晴明の末裔であり、安倍晴明の子だとされています。つまりエリートの家系。また、クズの葉という妖子を母に持つという伝説もあります。クズの葉はお稲荷さんとして広く信仰されている日本神話の北条神、宇賀の御霊の使い。つまり晴明は神の血を引く人物とも言えるんです。生まれが由緒正しすぎ。そんな晴明は後ほど紹介する超大物陰陽師賀茂忠之と賀茂康則から陰陽道の教えを受けて陰陽師として成長。その後陰陽道の宗家である安倍氏の祖となりました。天才陰陽師一家の元祖というわけ。また晴明は占い師の神として信仰されたり、ビジュアルがかなり優れていたという伝説が残っていたりと、とにかく設定モリモリの人物、完璧超人すぎない？そんな最強陰陽師安倍晴明は、幼少期から晩年に至るまで面白&最強エピソードにはこと欠きません。いくつか例を挙げるだけでも、人間には見えない鬼を見る、蛇を助けて竜宮城に行く、竜宮城で塗ってもらった薬の影響で鳥の言葉がわかるようになる、65代天皇、火山天皇の前世を見抜く、藤原道長が呪詛をかけられていることを見破る、などなど、どれも神業です。他にも晴明には式神を自在に操るという伝説もあります。特に晴明は十二天将と呼ばれる最強クラスの式神、十二体を従えていたんだとか、この十二天将については詳しくはこちらの動画を。そんな感じで、すごすぎエピソードがてんこ盛りの安倍晴明。ここではその中でも心がほっこりする泰山福雲斎の伝説を紹介しましょう。それはこんなお話。ある時ある寺の僧が重い病気にかかってしまいます。弟子たちは病気の回復を祈って必死に祈りましたが、一向に祈りの効果は現れず、和尚さん心配です。そこに呼ばれたのが安倍晴明。そして僧の姿を見た晴明は弟子たちに向かって、彼の命の身代わりが必要だと言いました。つまり誰かを犠牲にしなければ僧は助からないというわけ。しかし自分から名乗り出てくる弟子はいません。まあしょうがないですよね。しかししばらくすると修行を始めたばかりのとある弟子が意を決して名乗り出てきました。勇気ある。そこで晴明は彼を身代わりにするために泰山福雲斎という儀式を行うことにしました。泰山福雲斎とは陰陽師に伝わる儀式の一つ。陰陽道の主神とされる中国神話の冥界の神、泰山福雲に祈ることで、永明や長寿を祈るというものでした。晴明はこれを身代わりの儀式としたわけ。さて、晴明が泰山福雲斎を執り行うと、僧はみるみるうちに良くなりました。効果てきめん。しかし、身代わりとなった弟子の方はやがて死んでしまう。はずだったんですが、なぜか彼もピンピンしています。なんで？これは晴明によれば、泰山福雲が弟子を憐れみ、二人とも救ってくれたのだろう。とのこと。慈悲深い神様です。こうして晴明の泰山福雲斎により僧は死の淵から舞い戻り、若い弟子も死なずに済みましたとさ。めちゃくちゃハッピーエンドでしたね。というわけで安倍晴明は生まれも育ちも超完璧の最強陰陽師。現代までその名が轟いているのも頷けますよね。まさに陰陽師界の主人公です。2. 芦屋道満は安倍晴明のライバル。悪役かと思いきや地元では愛されキャラ。続いては芦屋道満、道満法師とも呼ばれますね。この芦屋道満は一言で言えば安倍晴明のライバル。道満は晴明にも認められた激強陰陽師にして、晴明との対決の伝説も残る好敵手なんです。最強ライバル関係熱すぎる。そんな芦屋道満は播磨の国、現代でいうところの兵庫県加古川市の出身。そして当然ながら安倍晴明と同時代の陰陽師でした。ただし道満は陰陽寮に属さない星陰陽師と呼ばれるタイプの陰陽師でした。そもそも本来陰陽師とは陰陽寮という役所に勤める役人のこと。天体観測や暦の作成などの専門家が集まって占星術などを用いて国家の未来を予見することがお仕事だったんです。要するに国お抱えの占い師集団というわけ。
もちろん安倍の生命も陰陽寮の一員。一方、芦屋道満は陰陽寮に属しておらず、このような陰陽寺のことを星陰陽寺と呼んだんです。今で言うフリーランスかも。さて、そんな芦屋道満は陰陽寺としての腕前も一級品。例えば、宇治周囲物語や放送記などの書物によると、道満は左大臣である藤原の秋光の依頼で、秋光の親族である藤原の道長に呪術をかけたことがあると言います。藤原の道長といえば、平安時代中期に藤原家の一時代を築いた超大物。そんな道長に呪術をかけるという一大事を任されたとは、道満相当な実力です。ただしその呪術は最終的に安倍の生命によって見破られてしまいます。そして道長を呪おうとした道満は流罪となり、故郷である播磨に流されてしまいました。無念。ただ生命は、この呪術を行えるのは芦屋道満しかいないとも言ったとか。互いを認め合うライバル、少年漫画みたいで熱いです。こんな感じで生命と道満のライバル関係は、正義の安倍の生命対悪の芦屋道満という感じで描かれることがほとんど。つまり芦屋道満は最強のヴィランなんです。さて、生命と道満の対決のエピソードは他にもたくさん。例えば、陰陽道の主要文献、保木内伝の注釈書、保木抄や、生命に関する伝承などをまとめた金蔵誌、安倍の生命物語には、生命と道満による呪い勝負のエピソードが記されています。このお話が二人の超ハイレベルな騙し合いでめちゃくちゃ面白い。というわけで、それはこんなお話です。ある時、道満と生命は、負けた方が相手の弟子になるという、プライドをかけた呪術勝負を行いました。突然勝ちすぎる。その勝負の内容は、箱の中に入っているものの種類と個数を当てるというもの。投資対決みたいな感じですね。さて、この戦いを主催していた帝は、箱の中にみかんを15個入れました。そして、道満の答えは見事に、みかんが15個。一方の生命は、ネズミが15匹ほど、と答えました。ちなみにこのみかんの数は文献によってちょっと異なるそうです。いずれにせよ道満はそもそもみかんじゃなくてネズミだとした生命の答えを聞いて内心ガッツポーズしたことでしょう。そして箱を開けてみると、お見事道満が正解。かと思いきや、なんと中に入っていたのは15匹のネズミでした。なんで？なんでも一説によれば、生命が呪術を使ってみかんをネズミに変身させ、道満の裏を描いたんだとか、ちょっとずるいような気もしますが、とにかく生命の呪術は凄すぎます。何はともあれ、勝負に負けてしまった道満。彼はおとなしく負けを認め、生命の弟子になったと言います。潔い。ですが、この話はまだまだ終わりません。ある時、生命は剣闘士として唐へ旅立ち、留守にしていました。すると、復讐の機会を伺っていた道満が、この隙に行動を開始。まずは生命の妻と関係を持つと、彼女と共謀して、帰国した生命をなんと殺害したんです。安倍の生命破れたり。ちなみに、道満が生命を殺害した方法は、生命が唐から持ち帰った陰陽道の超重要文献、保木内伝を用いたものでした。何でも道満は生命の妻の協力を経て、生命が隠していた保木内伝をこっそり模写。そして生命に、保木内伝を手に入れたぞと宣言したんです。そんなはずはないという生命に、道満は首をかけた勝負を持ちかけます。そして書き写した保木内伝を生命に見せることで、見事に生命の首を落としたんです。めちゃくちゃ手の込んだ復讐。これでなんと生命が倒れ、ヴィラン芦屋道満が大勝利。かと思いきや、話はまだ終わりませんでした。ここで活躍したのが、生命が唐への留学中に指示していた白道商人。白道商人は遠く離れた唐で生命の死を感知すると、日本に渡って生命の骨を集め、それを使ってなんと生命を蘇生させたんです。さすが師匠。そして白道商人はここからがすごかった。道満の元を訪れると、生命は蘇ったぞ、と告げたんです。すっかり油断していた道満は、生命は死んでいる。首をかけてもいいぞ、と言ってしまいました。これはまずい。案の定、そこに復活した生命が登場。道満は自ら生命に仕掛けたのと同じ罠で首を切られて死んでしまったのでした。師匠の起点すごすぎます。というわけで、一度は生命を相手に勝利を収めた芦屋道満。最後は白道商人の起点の前に敗れましたが、二人の力がいかに拮抗していたかがわかりますよね。ちなみにヴィランとしての芦屋道満の人物像は、あくまで安倍の生命との比較で作られたもの。故郷の播磨では、道満は人々のために尽力した民間の陰陽師として大切に祀られています。特に加古川市の正願寺は、芦屋道満生誕の地に立つと言われる道満を祀る寺院。地元では愛されてるんですね。よかったよかった。安倍の生命のライバルとして数多の伝説を残し、ヴィランと呼ばれた芦屋道満。しかしその実は、生命に並ぶほどの希代の陰陽師にして人格者だったんです。もし二人が対立せずに手を組んでいたとしたら、想像するだけでワクワクしますね。3。鴨の忠幸は安倍の生命の師匠。鴨氏を名家に押し上げた立役者。さて、ここからは陰陽道における二大ビッグネームの一つ、鴨氏の人々を紹介していきましょう。ちなみにもう一つのビッグネームとは、生命の子孫である安倍氏。安倍氏と鴨氏は陰陽道の宗家となった二つの名家であり、まとめて安賀領家と呼ばれることもあります。
由緒正しき陰陽道の家元というわけ。大人気漫画呪術廻戦にも呪術界の御三家の一つとして字は違いますが鴨家が登場しますよね。さて鴨氏の中から最初に紹介するのは鴨の忠之。彼は幼い阿部の生命に陰陽道を教えた人物です。いわば生命の最初の師匠。ちなみに次に紹介する忠之の息子鴨の康則も陰陽師で生命の兄弟子です。何かと生命と関わりが深い親子ですね。そんな忠之が生命と出会ったのはある日の帰り道でした。牛車に乗って帰宅途中の忠之は外にいた幼い生命に突然呼び止められ外を見るようにと言われます。何かと思った忠之が見てみるとそこには徘徊する妖怪たちの群れ、いわゆる百鬼夜行がいました。忠之は慌ててこれを回避、つまり忠之は生命のおかげで百鬼夜行から逃れることができたんです。生命さすがの力です。そしてこの出来事をきっかけに忠之は生命を可愛がるようになりました。忠之は生命に陰陽道の神髄をまるで瓶の水を移すかのように教えたと言います。よくわかりませんが、とにかく自らの持てる知識を全て教え込んだという感じでしょう。そうして最強の陰陽師阿部の生命が誕生したんです。忠之めちゃくちゃいい仕事してます。ちなみに鴨の忠之自身も陰陽道の歴史において超重要な人物。もともと陰陽道を司るお役所陰陽寮では暦を作成する歴道、先生術を行う天文道、そして陰陽師を育成する陰陽道の3つの部門がそれぞれ分業制を取っていました。しかし鴨の忠之はそれら3つを一人で統括、絶大な権力を手にして鴨氏陰陽道の名家として確立したんです。カリスマ強すぎます。加えて忠之は陰陽道に密教の呪術的な信仰を組み込むなど陰陽道時代の改革も実行。これにより呪術的な信仰としての陰陽道が確立され、陰陽師たちは天皇や権力者たちの信頼を勝ち取るに至ったんです。忠之多才すぎない？まさに陰陽道の真髄を知る男、それが鴨の忠之。阿部の生命や芦屋道満のような派手なエピソードはあまりありませんが、陰陽道を語る上では外せない人物なんです。4. 鴨の康則は阿部の生命の兄弟子。生まれながらの天才は歴道を極めた。次に紹介するのは先ほど紹介した鴨の忠之の息子にして阿部の生命の兄弟子である鴨の康則。年齢は生命の4歳年上です。ちょうどいいお兄ちゃん感。ちなみに康則も父と同様に生命の師匠だとされることもあります。康則は生命に陰陽道をよく教えていたんでしょうね。仲良しだったのかも。そんな康則には生命に負けず劣らずの天才エピソードがあります。それは父忠之のお祓いに康則がついていった帰りのこと。牛車に乗って2人が帰っていると康則がこんなことを言い始めました。父上がお祓いをしていた時、人間ではない恐ろしいものが2、30人ほど現れてお供え物を食べて帰っていくのを見ました。あれは一体何だったのですか？どうやら康則は鬼を見たようなのですが、忠之にはそんなものは見えませんでした。そして康則の才能に驚いた忠之はこう言います。陰陽道の第一人者の私でも、康則のように簡単には鬼を見ることはできなかった。幼いのに見ることができるとは、この先実に優秀な陰陽師になるだろう。ちょっと親バカな発言ですが、その才能が確かなのも事実でしょう。その後忠之は康則に陰陽道の手ほどきを与え、康則は陰陽師としてめきめき成長。暦を作るための学問、歴道のスペシャリストとなりました。康則もやっぱり天才。弟弟子である生命や鴨氏を陰陽道の名家に仕立て上げた父忠之に比べるとちょっと地味な感じもする康則。しかし彼も幼い頃から才能を発揮し陰陽道を極めた天才だったんですね。5鴨の光義は鴨家の子孫。生命をライバル視した予知能力系陰陽師。次に紹介するのは先ほどの康則のさらに子供である鴨の光義。光義は陰陽寮で様々な役職を歴任した超エリートです。その経歴は暦を作る歴博士や天文を観測する天文博士、税として納められた米や雑穀の管理などを行う大井寮、その他の税収を管理する主計寮などなど、まさにエリート官僚です。そんな光義は父の康則と同じく幼少期から不思議な力を持っていたとされます。光義が中でも得意としていたのが未来予知。何でも光義の未来予知は当たりまくりで、的中すること手のひらを返すがごとしと絶賛されていたんだとか。私の未来も占ってほしいです。ちなみに光義は生命をライバル視していたと言います。というのも父康則がもともとは鴨氏が独占していた歴道と天文道のうち天文道を生命に授けてしまったため、意外と人間臭い嫉妬です。光義と生命は実力的にも拮抗しており、例えば藤原道長は生命と光義をどちらも重用、2人を同時に呼び寄せて相談したり占いさせたりしていました。こういうところでライバル心が育ったのかもしれませんね。様々な役職を務めたエリート官僚にして阿部の生命に匹敵する呪術の使い手鴨の光義。鴨の忠之から始まり、康則、光義と陰陽師の素質は確かに継承されていますね。6
安倍安親は生命の子孫。予言能力とフィジカルに優れた万能陰陽師。さて、次に紹介するのは安倍の生命の子孫、生命の直系である安倍の安親です。生命から見ると5代目で、西暦で言えば1100年代鳥羽天皇や後白河天皇の時代に活躍した陰陽師です。そんな安親は生命から確かな実力を受け継いだ天才陰陽師、特に予言の能力に優れていたとされます。何でも安親は平安末期の皇族である厚子内親王、純子内親王がいつ亡くなるかを当てたというんです。そんなのすごすぎるじゃない。他にも安親は平の清盛が起こした反乱、治承3年の政変や平家の滅亡など、歴史上の様々な出来事の発生とその時期を予言していたんだとか。こんな人と一緒に働けたら頼もしすぎます。また安親は天文密相と呼ばれる分野においても右に出る者がいない実力者でした。天文密相とは天体観測に基づく占いの一種で、異常な天文現象が観測されたらそれを占星術的に解釈してその意味を主君に伝えるという役割。星の動きがおかしいので悪いことが起きるかもしれませんという感じですね。当時こういった占いは10回中7回当てることができれば神と呼ばれたんだとか。しかし安親はなんと10回中7、8回は的中させていたと言います。神を超えちゃってる。こういったすごすぎる能力から安親は安倍家の陰陽師として生命以来の名声を得たと言います。まさに生命に並ぶ天才ですね。さらに安親は肉体のスペックまでもが超人的。ある時安親の肩口に雷が落ちたんですが、服の袖は焼けたものの安親の体には傷一つついていなかったというんです。安親雷属性なの？生命から受け継いだ才能を存分に発揮し大活躍した安倍の安親、生命もにっこりの自慢の子孫でしたね。さて、次からは安賀良家以外の陰陽師を紹介しましょう。まだまだ個性豊かな呪術師たちが勢揃いです。7、喜一方言は源義経と関わりが深い陰陽師。その正体は鞍馬山の大天狗？安賀良家以外の陰陽師としてまず紹介するのは喜一方言。めちゃくちゃ強そうなお名前ですが、方言とは僧侶に対する継承のようなものなので本名ではありません。ちょっと残念。さて、喜一方言は平安京の一条堀川に住んでいたとされる星陰陽師の一人、また武芸にも長けた人物で、京八流という剣術流派の祖でもありました。この京八流は日本の剣術の源流となった流派の一つと言われています。文武両道すぎる。また喜一方言は陸刀という古代中国の標本書の持ち主でもありました。そしてこの陸刀を持っていたことで、喜一方言はある人物と深い関わりを持つことになります。その人物とは、なんと日本屈指の知名度を持つ武将源義経。何でも義経やその周囲の人物を描いた義経記という軍記物語によると、義経はある時陸刀を見るために喜一方言の元を訪れました。そして義経は喜一方言への入門を志願します。しかしちょっとだけ不純なその動機を見抜いたのか、喜一方言は義経の入門を拒否。喜一方言見事な心眼です。しかし義経もここで諦めるような人物ではありません。義経はまず喜一方言の娘と通じると彼女に陸刀を盗み出させたんです。勝因と欲すればなんとやら。娘を利用したところはひどいですが、義経見事な策略です。ただしこのことを知った喜一方言は当然激怒、義経を殺そうとしますが失敗に終わってしまいます。さらには陸刀を手に入れた義経が去ってしまったことで、悲しみに暮れた娘は自ら命を絶ってしまいました。悲しすぎる。あと義経ちょっとひどすぎます。入門を許さなかったばかりに義経にしてやられてしまった喜一方言ですが、実は喜一方言と義経は師弟関係だったという説もあります。というのも喜一方言は義経の師匠として知られる鞍馬山の大天狗と同一視されることがあるんです。鞍馬山の大天狗とは京都にある僧正ヶ谷に住み、鞍馬山僧正坊とも呼ばれる天狗のこと。日本の天狗の頭領だとされるキングオブ天狗で、義経に剣術を教えたという伝説で有名です。剣術といえば喜一方言も京八流の元祖、義経の剣の師匠として十分すぎる人物ですよね。あまり陰陽師っぽいエピソードはないんですが、その分武芸や剣術にまつわる伝説を持つ喜一方言。本当に義経の師匠だとすれば、日本の歴史に与えた影響で言えば相当なビッグネームですよね。8、知徳法師はちょっとコミカルな民間の陰陽師。実はあの天才だった。次に紹介するのは知徳法師。西暦900年代後半から1000年代前半、一条天皇の時代に活躍した星陰陽師です。彼の特徴は身近でちょっと俗っぽいところ。というのも知徳法師は今まで紹介してきたエリート官僚という感じの陰陽師とは違って、なんだか親しみやすいエピソードがたくさんあるんです。3枚目キャラかも。例えば、今昔物語集によれば、知徳法師は播磨の沖で海賊に襲われた船を助け、陰陽道の術を使って荷物を取り返してあげたんだとか、ほっこりエピソードです。かと思いきや、知徳法師が陰陽道の呪術や戦術を使って金稼ぎをしたというエピソードも。
心根は優しいけど若干ダメな人。知徳法師はそんな憎めないキャラだったのかもしれませんね。こういう人嫌いじゃないです。ただし知徳法師にも陰陽師っぽいエピソードがちゃんとあります。それはなんと、あの安倍の生命に呪術勝負を挑んだというお話。天才エリートの生命と在野の荒法師知徳法師の激突。ここで知徳法師のかっこいい姿が見られるかと思ったんですが、実は結果は散々。何でも知徳法師は意気揚々と勝負を挑んだはいいものの、式神を生命に隠されてしまい、誤り倒して式神を返してもらったんです。それはさすがにかっこ悪いかも。ただこの時知徳法師は生命の腕前に感服。私は式神は使えるが他人の式神を隠すことはできないと言って生命に弟子入りしたとも語られています。知徳法師、素直に敗北は認めるいい人です。こういうところが憎めないんですよね。さて知徳法師の出身は播磨の国。あれ、播磨の国出身の陰陽師って誰かいませんでしたっけ？そう、それはあの生命のライバルにしてヴィラン、アシアドーマン。そして実は知徳法師は播磨出身だったり、生命に敗れて弟子入りしたりしているところから、アシアドーマンと同一人物ではないかとも考えられているんです。ちょっとイメージ違いすぎてびっくり。でもドーマンも地元では大切に祀られているなど、いい人エピソードもありましたよね。もしかしたらこの知徳法師はそんなドーマンの憎めない部分を集めた人格なのかもしれません。時に人を助け、調子に乗っては倒されてしまう知徳法師。あまたいる陰陽師の中でもどこか親しみやすさを覚えるキャラクターですよね。9、重岡の河人は陰陽道の発展を支えた術師。呪術の実力も間違いなし。次に紹介するのは重岡の河人。彼は平安時代前期から中期にかけて活躍した陰陽師で、日本における陰陽道の基礎を作った術師として有名です。めちゃくちゃ重要人物。というのも、河人は陰陽道に関する数多くの著書を後世に残しました。河人が記したとされる著書は、名前が判明しているものだけでも、西洋道生経、師匠救用経、自学真術頓降書、六甲陸上、達観経などなどたくさん。そしてこれらの著書は後の時代の多くの陰陽師によって引用されました。つまり河人が記した本が元となり、日本の陰陽道は発展していったわけなんです。ただこれらの書籍は現存していないんだとか。読んでみたかった。ちなみに陰陽師としては55代門徳天皇のお墓の場所を定めたり、虫による作物への害を防ぐ儀礼を執り行ったりしたという記録があります。特に門徳天皇のお墓決めに関しては、今昔物語集にそのエピソードが語られています。それはこんなお話。河人が安倍の安人という人物と共に門徳天皇のお墓の場所を探していた時のこと。二人はお墓に良さそうな場所を決めて土地を沈めるための儀式を行ったんですが、なんとその儀式が原因で国つかみ、つまり土地の神様の怒りを買ってしまいます。なんかミスっちゃったのかな。その後二人は国つかみから追っかけられることになっちゃったんですが、ここで河人が活躍。河人が使った術によって二人は見事に姿を隠し、国つかみの追跡から逃げ切ることに成功したんです。神をも欺く河人の呪術、すごすぎます。日本の陰陽道の発展の立役者にして、自身も優れた術師だった重岡の河人。彼のおかげで現代の私たちが陰陽師の伝説を楽しめているとも言えますよね。河人さん、本当にありがとう。10、貫禄は日本に陰陽道をもたらしたパイオニア。各方面に才能がありすぎる。最後に紹介するのは、日本に陰陽道をもたらした超重要人物、いわば日本の陰陽道のパイオニアです。その名も貫禄。貫禄は7世紀初頭に活動していた百済出身の僧侶。602年に日本に渡来すると、歴道、天文道、そして陰陽五行思想を日本に伝えました。陰陽五行思想は後の陰陽道の基礎。つまり貫禄は歴道や天文道も含め陰陽道の基礎を日本に伝えた人物だと言えるんです。ありがたすぎる。さらに貫禄は古代中国の宗教道教に関する思想も日本に伝えました。道教も陰陽五行思想と集合して陰陽道を形作った要素の一つ。その意味でも貫禄は陰陽道のパイオニアなんです。貫禄知識が幅広すぎない？具体的には貫禄は道教関連の思想として中国の戦術である鬼門遁甲を日本に持ち込んだと言います。鬼門遁甲は八門遁甲とも呼ばれます。八門遁甲はナルトのマイトガイやロックリーが使う禁術としておなじみですよね。さらにさらに、貫禄は日本の初代僧正でもあります。僧正とは日本全国の僧侶を監督する立場。つまり貫禄はお坊さんのトップだったんです。この人才能が溢れすぎてる。貫禄は僧正として多くの僧侶たちに教えを説きました。その中にはかの聖徳太子もいたといいます。つまり貫禄は聖徳太子の師匠ってわけ。ちなみに貫禄がもたらした暦本、つまりカレンダーは604年に聖徳太子によって正式に採用されました。聖徳太子、思わぬところで師匠に恩返ししてます。陰陽道に限らず、日本に様々な宗教や呪術をもたらし、日本の仏教までも支えた大人物、それが貫禄なんです。貫禄が日本に来ていなければ、そもそも陰陽道は存在しなかったのかも。
そう考えると彼の影響力はマジで凄まじいですね。11、陰陽師たちの伝説は後世に語り継がれていく。かつての日本で名を馳せた呪術師、それが陰陽師です。ただライバルとプライドをかけた勝負をしたり、人間関係で嫉妬したりと、意外と人間臭いところもありましたよね。そこも陰陽師たちの魅力の一つです。ちなみに安倍の生命や陰陽道の神々についてはそれぞれ別の動画で紹介していますので、ぜひ合わせてご覧ください。映画陰陽師ゼロ、めちゃくちゃ楽しみすぎますね。チャンネル登録、高評価、コメント、通知のオン、 X のフォロー、メンバーシップの加入もよければお願いします。それではまた。